サービスエリアのババアこれは僕が中学生の頃の出来事ですある寒い日の朝でした僕は部活動の朝練があったので早い時間に朝ごはんを食卓で食べてたんですするとスノーボード帰りの兄がすごい見膜で家に帰ってきました シャレならんババアが車に乗ってきた兄は数日前から岐阜方面へ友人たちとスノーボードに出かけていました帰り道後部座席に座る英子さんがトイレに行きたいと言い出したので奈良県のとあるサービスエリアで車を止めましたトイレから戻ってきた英子さん足早に 早く中に入れてくれと言わんばかりに急いでドアを開けたんです。ねえ聞いて聞いてあのトイレ絶対変やでなんか入り口に森状が2つ盛られてあってなんか気持ち悪いなと思って中入ったらおばあさんが洗面所でずーっと手洗ってるの何してんだろうと思いながら私トイレ入ってでトイレから出たらまだずーっと手洗ってんのなんやろあのおばあさん めっちちゃ気持ち悪かったそう言うと A 子さんは社内でずっとおばあさんのことを喋り続けるんですいやあのおばあさんほんまおかしいってだってなんかよく見たらボロボロの服着てたし靴も履いてなかったんちゃうかな裸足やったと思うそれでさだって朝の4時にあんな時間にあんな冷たい水でずっと手洗ってるなんのおかしいやんあのおばあさん人間じゃないんちゃう 私見たらあかんもん見たんかもしれん後部座席ではもう一人の友人 B 君が A 子さんの話を聞いてあげてました兄は「いやもうそんなん気にしてあかん」ってたまたま近所のおばあちゃんがなんやトイレ手当てただけやろもう気にしてあかん気にしてあかんそう言いながら車を走らせて怖がる A 子さんをなだめていましたしばらく車を走らせていると A 子さんと B 君はずっとおばあさんの話で持ちきりになってたんですけれどもある瞬間から2人の会話がピタッて止まったんですあーもう疲れて寝てんのかな2人ともそう思って兄はバックミラーに目をやりましたすると A 子さんと B 君の間に見知らぬ老婆がちょこんと腰掛けてたんです 兄は見たあかんもん見たそう思ってすぐに視界を前に戻しました2人の会話が止まった理由それはお互いの真横に見知らぬ老婆が現れたあまりにもの恐怖に声を発することもできなかったんだ声を発することで突然現れたおばあさんが 何かか行動に移すんではないかとその恐怖から二人が硬直していたんだなとすぐさま兄は察しました真夜中の高速道路兄はとにかく事故を起こしてはいけないと思っておばあさんのことを記憶から頭の中から消し去ろうとしながら必死で前を見て運転しましたすると流していたカーステレオが

とにかく家まで帰るのやうにゃ、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 うや、うにゃ、うにゃ、うにゃいよいよ、後ろのおばあさんが兄の、視界に、入り込んできました明らかに兄の顔を、覗き込もうと首をぐいんって伸ばして、こちらを向いたんですあ返見たらかん、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 見たらかん。 トンネルに入った瞬間おばあさんの姿はパッと消えましたそれと同時にカワセレオのウニャ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 していた音もさっと元通りになりましたはあ助かったその後おばあさんが姿を現すことはありませんでした兄はそのまま必死で2人を家まで送り届けそして自宅に帰った後、僕に向かって チャレならんババアが乗ってきたそう声を発したんですサービスエリアのババアチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします